産大隊および偵察小隊は先行して地下網調査を開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え自身の強化に努める。分かっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら自分で用意するんだ。分かったな。取れているか。よし、俺が生きているうちにこの戦いの記録を残しておく。俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかもしれない。新兵たち、ジョニー、トーマスでさえ強化兵となった途端、一般兵とは比べ物にならない戦力になった。ニューヨーク奪還が成功してから部隊の士気も高まっている。希望が見えてきた。お前たちの扱う生体武装はリーバの体組織と金属を結合させてできている。それを神経に直接つないだり体内に組み込むことで自分の体と同じように制御できる。画期的だろう。奴らの生体組織やジャンクパーツを得たらわしのところに持ってこい。すぐにでも武器を作ってやる。私の担当はあなたたち。特殊強化兵の能力開発、あなたたちは戦闘経験を積み重ねることでさらに強くなれる。特殊強化兵理論を提唱した私が言うのだから間違いないわ。さあ、あなたの秘める可能性私に見せてちょうだい。1時間前に帰還した先行部隊より調査報告が入った。未だアンダーグラウンドネットワーク内には多数のイーバの群れ、イーバクラスターが存在。またイーバの影響により地形が変化している部分があるため、改めて地下網の構造確認が必要とのことだ。特殊強化兵部隊アンチ、地下網への調査ポータル設置任務を発令する。地下網内のイーバクラスターを排除しつつ複数のポイントへポータルを設置する。
それでは。全隊、こちらビクター1。これよりポータル設置任務を開始する。ひどいありさま。本当にここが地下鉄だったっていうの？ブサイクなワニどもがお出迎えで。うまく立ち回れ。クリアを確認。次のポイントへ向かう。何かに削り取られたような。どうやったらここまで破壊できる？何かいるぞ、気をつけろ。ヤツが持っている間はダメージを与えられない。ポイントブラボーをクリア。続いてポイントチャーリーへ向かう。ザコには構うな。倒したところでいくらでも湧いてくるからな。チャーリーへのポータル設置確認後、帰還せよ。